今日はですね、ちょっとここ1週間ぐらい前からやってる、辛いも標準語を YouTube の自動翻訳機がどう翻訳してくれるかっていうシリーズで、今までは全部しっちゃかめっちゃかだったんですけど、今日ちょっと新しい試みとして、私の言葉とゲストの言葉を YouTube の自動翻訳機能はどう違うのか、それともやっぱり人によって翻訳の確率が違うのかっていうのを見ていただきたいと思います。多分ね、今、新型コロナの影響で、マスクをしてる人が多いんで、ああ、そのそうマか。スクをしてる状態で喋ると、その歯切れが良くないんで、それをちょっと発音が、うまく、ちゃんとした発音をしてても、マスクをしてる関係で、うまく聞き取れなかったりすると思うんです、AI がね。と今コメントをくださった方は 私の友達でございます。岡崎克美という人なんですけよろど、しく。知ってる人は知ってるし、知ってない人は知ってないんだろうけど、もう二十何年の付そうき合いでにすなりまね。すよ。23年になりますかそうね。か。私よりも記憶力はしっかりしてますからね。ほいで、岡崎さんだけどね、俺は一人でいるときはマスクをしてないのよ。そうなんですか。そうなんだけそど、う。これ、公表しちゃっていいのあか。れなのよね。あれなのよねってやつ。まあ一つはね、言い訳だけど、何もほら、いつものように、ストーリーがない喋り方をするでしょストーリー。う。だからね、話がこう途切れ途切れになって、それと、とか、あーとかさ、ですよねーとかするもんだから、YouTube の翻訳機能が、戸惑うんじゃないかなと思って。だから岡崎さんのなんかこの喋りの、どうなるかなという今日が、あれなんで、楽しみなんだけど。この時点ではまだ翻訳機は働いてないんですね。そうそう、一旦上げてみ上げてて、からね。そうそう。で、自分の動画は見ないのよ。もう上げたら見ないという。そうなんですか。なんだけど、どれぐらいの翻訳率かなっていうのを見るために見るんだけど、それは、カウントはされないから、そうなんですね。下手にその水増しにはならないんだけど。なんかね、ほいで、こんなほら、止まるでしょ？信号で止まると、こう、信号で止まったところはスキップするのよ。ちょん切って、まあ一人だとね。そう、くっつけるもんだから。で、ここで今までこう喋ってたのを、止まるとテンションが、うーん、まあこれはだから2人いるとうまくつながるんですよね。それでね、まあ、今、次からはもう信号は、いつもね、こう切るけれども。社長、あっちをご覧になってください。その薄日が差してますね。どう言えばいいか、鹿児島線でしたのよ。そのためには、やっぱり、まあ、こう聞いてる人は、鹿児島標準語でもわかるんだろうけど、外国の人がさ、聞いたらもう全然わからないわけでしょ？ NHK のアナウンサーが喋ってもわからないわけだから。だけど、その YouTube の翻訳機を使うと、大体素人が喋ってても、例えばフランス人でも、そのロシアの人でもこう喋ってても、それを変換ボタンをポンと押すと、大体70%ぐらいがわかるのよ。ああ、どういうことを言ってんだなっていうのはわかるんだけど、それが70%ぐらいの確率でいくと、喋れるようになると、きちっとできるの。
右前方に見えるのが玉泉院セルモでございますとかいうやつをね、で左手にあるのが城山、ここも城山中時計、まあ城山でしょうね、うん、城山がこう横まで来てるんだけど、でそういうのを喋りながら、要するにこの周囲の景色を見てもらえるんだけど、はい、今は自分、僕自身が道を知らないしさ、はいはい、もう今まぐれ人よ、 あっちこっち、うん、縄文人じゃなくてまぐれ人なんですねあ、ここでもあれだな、ちょっと会話を一応ストップして、うん、ここがね、今ね、岡崎さんで、ね、はい、ちょうど左に行くと、あ、岡崎さんに説明しながら今日は行こうか。あ、はい、ね、はい、あ、なここは一応ストップして、はい、今さっきの話して、うん、あ、そうだ、そうすればいい。って思ってる瞬間と、その周りの自然の音が、はい、今から始めるからね。はい、はい、はい。それじゃあ今日はですね、岡崎さんと今信号待ちの間で話をしたんだけど、岡崎さんにこう右はどこです、左はどこですっていうのを私が説明して、うん、はいはい、でそれに対して岡崎さんが答えると、うんうんうん、この会話をその自動翻訳機能はどういうふうに、働くかっていうやつでいきましょう。あ、それはいい方法ですね。岡崎さんね、はいはい、この信号を左に行くと、はい、3号線の終点地点になる。はいはい。全然面白くなかったね、3号線の終点地。俺なんかは、鹿児島にいると、ちょうど照国神社って知ってる？はい、うん、照国神社を挟んで、はい、海側を見て右側から、右側は国道3号線の終点なんだ。はいはい、で左側も国道10号線の終点なの、はい、どう思う？鹿児島の人間から見ると、うん、支点だよね、そうね、始まりのね、はいはい、そうですね、まあこういうのをね、うん、一人でベラベラ喋ってもここ今走ってるところは、3号線ですけど、ここから3号線は左折になりますと、まっすぐ行くと何号線ですとか、県外の人が聞いても全然面白くないネタあれしたんだけどさ、まあこんな風にして、ああ、これでいいな。ほんで岡崎さんと、まあこれか、このまあ直人のとこ行くかどうかは分からんけど、他のとこ飯食いに行く時のパターンはこれでいこうかね、そうですね、ちょこっとこう話をしたら、はい、うん、今ねここがね、ここ何交差点系、なんとか交差点だったとか出てこない、こう左側に中央高校があって、はい、中央高校の桜はまだ咲いてるから、あ、ここはちょっとあれ引っ込んでるというか日陰が多いのかな、うん、こっち白いニューロとかね、それでほんでね思うんだけど、橋の名前もついてるんだけど、はい、全然知らずにさ、西田橋とか、今日ちょっと岡崎さんとは通らないコースをちょっと通るからね、はい、左に行きまーす、はい、ここはですね、ちょうど正面に見えるのが学校が見えるんだけど、はい、その学校の名前を知らないで、あだからもう全然案内人になれないっていう感じなんだけど、一応書いてはあるんでしょ、何、まあ高校なり学校名、ええ、うん、書いてあるんだけど、ほら、はい、横を通るもんだから普通学校名って正面にあるでしょ、はい、看板とか、ええ、それがわかんないんだよね、うん、それで帰ってからこう調べるんだけど、調べるんだけど次通った時は忘れてるのよ、うん、
夕方前にバスに乗る高校生が多いですね。そう考えてみたら、このここの道路はこの前も通ったんだって。今こっちツツジがいっぱい咲いてる。どこ通っていこうかな。あ、この前通らなかったところ通っていこう。今1ヶ月ぐらいで40本ぐらい上げた、はい、動画を、はいはい、岡崎さんのチャンネルは今何本ぐらい上がってるんだっけ。自分で覚えてないですから相当やってると思うんですけどもね、うん、もう丸5年目に入りましたね。あの信号があれだった。今日はあそこを通ろう。昔の日中道路を通ろう。旧道ってとことですかね。ん？旧道沿いというか。日中通り。日中通りって昔はメインだったんだけど、うん、今はもうやっぱり昔の面のところもやっぱりこういう横にバイパスみたいなのができると変わってきてさ、なんてっけ、この前通ったら小さい、まあ昔はその全部小さかったけど、どこも商店街がもうなくなって住宅街みたいになってた。ここをね、ここを左折します。日中通りっていう。昔はここがメインストリートで、お行沢って知ってる？ええ。うん、あのお行沢のここもここを通ってたんだよね。うん、もうほとんどシャッター街っていうか、もう店自体がもうないなっていう感じだな、うん、アパートができたりマンションができたりしてる、うん、懐かしい人には懐かしいんでしょうけど、ここもほら、はい、だからそういうところを紹介しようかと思ってね、ここは、ああそうか、一方通行になってる。信号に行きましたよ。あ、そうなの、ええ、信号待ち時間に岡崎さんからちょっと面白い話を聞けそうになったけども、それあれですからっつってはい、始まりました。こっちからこう行くと信号から信号、赤から赤になってしまうな。ここを右に行ってみよう。ここは道が広くなったのかな。ここはね、八幡高校、八幡小学校っていう学校があるんだけど、俺の友達がそこの出身、出身者って、なんていうの、卒業生が、でこの辺を取ってくれって言われて、この前取ったばっかしなんだけど、そこを逆方向から来たるって感じだな。ますね。信号待ちの時の方がなんかリアルな話が多いんですけど、そう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 か、そうそう、だからそこはまた岡崎さんのあれ、あ、これいいよっていうのがあればあるんだろうけども、いや、うん、まあちょっとね、ここ住宅街走ると信号待ちが多い、はい、もう広い道路に出る、出ないと話がちょん切れちょん切れになっちゃうもんね。
さっきあそこ通ってきたよ、ハートピアノ横、はいはいはい、うん、来週の日曜日行く、はい、はい、225号線に出ました。なんか喋ろうと思うと喋れるものがないよ、ないよね。あー今水産学部の横を通って、岡崎さん、船に乗ってどっか遠くに行ったっていうのがあるっけ、うん、船はね、屋久島に行きましたよね、確か一緒に。ああ、俺と一緒行ったあれっけ、だよね、はい、何年前っけ、あれも。あれはね、ちょうど20年。20年、はい、22年か。そうか、あれは何のあれで行ったんだったっけ。あれは、呼ばれてた、ね、そうですね、確かあっちからあのもらって仕事をね、いただいてで行ったんですよね。ああだったね、はい、ちょうどだから5月ぐらいでしたよ、あれ。ああ忘れてた、何のあれで行ったかなと思って、うん、ああそうだ、屋久島ランドだって、屋久島ランドじゃなくてなんとかっていうあのミニコース歩いたよね、そういうの。綺麗に晴れてましたね、あの時も。あの時は動画は撮らなかったんだ、あのこの YouTube 用じゃなくて、はい、岡崎さん の, あ の, その行った用事のあれは撮らなかったんだな。あれは、うん、撮らなかったですね。 ああいうのやっぱり撮っとかないかんね、うん、ワンカメでもいいから。あの時はあの現地にたまたま、うん、MBC のディレクターさんがいて、はい、失礼します。でこの動画はその今から行くところの行く手前で終わるようにするからねそこを映すとお客さんがそこが多くなるといかんから結構あれなんですね。いや、あんまりお客さんが多くなると困るらしいのよ。彼も一人でやってるわけでしょ。だからそのまあ今はおかげさんであのちょうどいいぐらいのお客さんがこう来てくださるからあのいいやけど、まあ岡崎さんがほらあの気に入ってくれるからね。ここがね、新川っていうところ今越えたんだけど、はい、左に産業道路って知ってる、あそこの入り口が左。それでもうちょっと行くと南鹿児島駅前かな。引いた頃だから、ちょうどよかった。今1時前、5分ぐらい前だよ。そうですね、54分ですのでね、はい、岡崎さん、びっくりドンキーって言ったいうとこ行ったことある？ああ、ハンバーグのね。ある？いや、直接はないんですけど、食べたことはあります。2回ぐらい食べたかな。一人で行くでしょう、はい。そうするとね、なんか寂しい思いをする時あるよね。
だから食べ歩きもしたいんだけどさ、このなんていうの、動画の後ろの方でさ、例えばどこどこに行きます、まあ今日行くところには行かないけど、例えばラーメン食い行った時、はい今日はここのラーメン屋に行きますって言って、そこの駐車場に行って、俺も食レポはダメだから、はい、食べたやつだけをこう10秒ぐらいの動画っていうか、今日はこれを食べましたってやって、箸をすってこう、あのまあラーメンならラーメンにこうすって入れる、そこぐらいまでのシリーズにしていくと、例えばその動画の最後を見た人が、おあラーメン食べてみようかねっていうふうになってくれたら、まあ一つのあのなんかアピールになるよ、その店のね。だから美味しいとこしか行けないけどさ、自分が気に入ってるところっていうやつで紹介するようなシリーズも立ち上げようかなと思ったりして、岡崎さんのもチャンネルも増えるとパッて増えるかもね、岡崎さんのチャンネルは、はい、立ち上げてからどれぐらい？だから10月で丸5年になります。5年、そうか、俺の YouTube のあれに張り込みしていけ、岡崎克実の、ああチャンネル登録ですか？うん、チャンネルを紹介よ。はいはい。そうしていくと、やっぱ好きな人はいるだろうからね。まあまあまあ、そうですね。岡崎さんを知ってる人がさ、俺ののを見てくれて、でそれを通じて岡崎さんを、の、って、岡崎さんを知ってる人だったら、岡崎さんはチャンネルは持ってたのっていうふうになるかもしれないです。一挙に岡崎さんの方が増えるかもしれない。いや、それはまあ毎日やってないからね。気が向いた時にしかやんないから。ああ、そう。毎日やってる時間が取れないですよ。はい、目的地がもうそろそろですので、今日はこれぐらいで、この動画は、切り上げたいと思います。そういうことでね、ありがとうございました。